ははいこんにちは昭和改装今回は1983年11月号の雑誌広告を眺めながら当時を改装してみたいと思いますはい今回私初めて知ったね、えー、記事みたいなのもあの広告もありましたはいで今回ね一緒にたどってくれるのはですねはい、えー、MGC のね最初期の3人オートですね 32オ、えート、32オートって言ってましたよねでこのねやっぱりもう、えー、はいこのイラストは有名ですね本当にあにワクワクしましたね私はね日活のあのアクション映画っていうのはリアル世代ではないわけですよね我々よりちょっと上とあるいは年父親たちがねもうバリバリ見てた頃だったんで、まあ、そんなこともあってね はい、今でもねあの古い日活の映画ね CS とかでやってるのを見るとねこのパッケージをね思い出したりするわけですご紹介済みですけれどももうね完全なもう紙火薬版ですねはい、紙火薬仕様の最初期のモデルここに打ち付けられている傷は、えー、分解したあげくハンマーがねはいえー、起こせなくなってしまいましてね MGC に持って行ってもらって持っていきましてねはい えー、プラハンマでカンって叩かれてハマ、まあ、カチャッと起きたっていうね、はい、そういう懐かしい傷でございますもう手放すことはこれはないですねはいで、えー、これがねなぜ今日選ばれてるかっていうとですね私の大好きなね、えー、記事「自衛する市民たち」バーンと登場してるわけですよこれがねはいじゃあ早速ね広告見ていきましょうまずねはい、えー、表紙の裏ですね 出、ねます,ね、すごいね。定位置なんですけれどもあの何度もお話ししてますけれどもね80年代入ってからの国債、まあ、国際産業から国債に変わってからはね単純にね、えー、物がある程度良くなってきたということ以上にね広告でねイメージ広告っていうのが非常にね上手になってきましたね。 はい、時々ね、えー、思い出したかのようにご紹介する70年代の、ね、やつと比べていただけるともう覚醒の感ありますね我々にとってはね同じ名前のメーカーがずっと続いてましたからあんまり当時は意識,意識しませんでしたけれども今思うとねしっかりね企業としてね あの販売方法等々ねあるいは商品企画製造技術どんどん進化してたっていうことですよねこれなんかもう完全にイメージ広告ですよねしかもこれ3ページ使うっていうねはいということでしたもう今もう80年代国際学校定位置ですねはいそれからね、えー、トピックスが本始記事が始まりまして「よみがえったガバメント」っていうことでね はい、実銃の世界でコルト社からマ、えーク4のシリーズ80ですねこれがねしっかりと紹介されています特徴的なね、えー、メカ周りはり、い、その辺のところもねご紹介されていますそれから名古屋のモデルガンフェスティバルねこれが紹介されていますはいそしてはいね作るモデルガンの世界からねいち早くというかねあの割と早期に エアガンガスガンの世界に、はい、どんどん参入してきて積極的にね製品をリリースしてた、まあ、東京丸いんですね見てくださいこの時はね東京丸いガングですよねこういうことですよねでシリーズの展開こんな感じでいくわけですね私すいませんこれね持ってなかったんですけれどもね鼓団の頃ですよね鼓団ね玉はねはい ということでね、東京マルイのね、えー、何メートル飛ぶとかっていうのは、この頃はまだ書かれてないんですね。一番飛ぶリボルバーって書いてありますね。一番飛ぶって大雑把すぎねえかっていうね。で、本紙記事、えっ、ー、と、SW の M642 インチ、表紙の10ですね。これでね、ジャックさんが何、えー、かのトレーニングを受けてますね。えっ、ー、と、トレーニングからお掃除まで全部ね、一式書かれてるという、興味深い記事ですね、これね。はい、次、ウェスタームズ。 100%の作動っていうねはいこんな感じですね別売りス,ステンレスパーツとかね出てますねはいそれから c m c これもねこれはご紹介したと思いますけどこの配置レイアウトじゃなかったような記憶があるなスマイソン なんでこんなに ABS モデルなのにかっこいいんでしょうね CMC このこの,この広告のレイアウトって私なんか私の美的感覚からするともう完璧ですねこの辺の配置がねポーポーという感じでね素晴らしい元気があってよかったな それから次は本式時で HK94 カービンの、えー、リポートがあってその次の広告ははい国際のね大特価セールですね中田商店なんかこの組み合わせは定番ですねはいそれからねパリのエアショーっていうねサ,ンサロン・デュア・エアロとかっていうなんでエアショーの紹介をと思ったら兵器ですねすごいですね はい、空でにまつわる武器類つまり対空砲とかそんなのも全部紹介されていますそれからポリスストーリーはアメリカの騎馬警官の話その中でニッケルのねガバメントのパールグリップ付けなんかも紹介されていますそしてやっぱりねこれ毎月小刻みにね,そね紹介してる回がありますねやっぱこれも違いますねハドソンさんね ステンマーク2ねそれからマッドマックスも全然イメージの違う渋い広告になってますねでこちらはボーガンですねはいそして、えー、自衛する市民たちモテルの侵入者モテルモテルですかねはいそこの侵入者がねはい、えー、これでねこれと一緒にね車のキーと鍵束とね なんかちょっと腕時計とねコインがなんか,か並んでますねいやいいですねちょうどこの雰囲気ですねグリップもチェッカリングの入ったものが紹介されていますはいもちろん生地とねこの銃が本当に一致しているのかどうかよくわからないですけれどもねそれからマルゴーさんじゃ,ゃんモデルガンもちょっとねまあ寂しくなってる頃ですねこれはねマルゴーさんはねいつも話しますけども何でも売ってましたからね それから本物 VS モデルガンは南部14年式です。えー、と実銃とハドソンの、ね、南部14年式が比べられています。ああ、よく似た。あすげえ。結構あれですね。リアルなんですね。ハドソンのやつねモデルガン新製品紹介ではハドソンのステンマークが紹介されています。隣は田中の錦小銃です。田中さんですよ。田中さんね。モデルガンダイジェストは 6件のコルト M1911A1 これはあの新銃モデルですよねこれがえー、限定 <laughs> 失礼限定50兆が紹介されています後年のねプラスチックのガバメントと比べられてますね6件スズキ丸いとね比べられてます丸いのやつはこれは作るモデルなンかなねえはい デトニクスモデルガンではねファイアリングテストなんていうのを受けてますねニューガバメントのデトニクスとニューガバメントデトニクスがねファイアリングテストを受けてますねモデルガンのねテストされちゃいましたねはいそれとね今日の目玉が近づいてきましたよまず山本さんねはいそしてはい個、えー、人名はないよねはい上6さんです楽しそうですねえ、ね はい、肖像権で、ね、もし触れるということであれば、はいえー、ご連絡をいただければね。としますけども一応広告ですからねもうこうなっちゃってますよね。本当にですね。はい、お店の雰囲気が変わって明るくなりましたそうなんですよね。MGC も ね、日照ビルの方はそうでしたけどレプリカさんなんかもく暗いですよね丸号さんはね商店街の中でしたから明るかったですけれども CMC もね明るいといえば明るかったですね角っ子でしたしねあの商店街の中でしたからねるもねそれからホルスターを作るモデルガンチューナップ講座糸部さんがねホルスター作りを指導されています それから明和模型さんですね。明和模型さん、ここに個人情報があるんで、こんな感じかな。こんな感じでね、ここまでにしましょう。それから大阪ガンルームさん、これもまたいい感じの広告ですね。対照的ですね、もう在庫を載せて、とにかくいろんなお客さんに応えようとする名和模型さんと、大阪ガンルームさんの方は、今、自分たちがね、 もうアピールしたいそういったものをガーンとやっていくっていういいですねそういうはい CMC がなんとね2つ目の広告も出てきますよこの後ねその前にね、えー、ささ超子さんねこんな感じはいそれから中島さんですねはいそして CMC のね嬉しいですね1冊に2回も出てきてるっていうことでね えー、ディスカウントセールということで、ね、はい、えー、それからガンヒーローストーリー等々が続いてこれもね今日の目玉2なんですよ MGC ですねあのシューター1の広告がここでほら見てください相性決定ってなってるんですよねあのキャップシューティングターゲットっていうんですってはい世界17か国に 赤外線原案特許出済み、はい、こんな感じでいろいろとねどのモデルガンでも多いけどで私が知らなかったのは M16 があったのかってこの二この220この頃もう発売されたブローバックモデルガンですよねこれがね対応するっていうのは私こちらのねガバメントみたいに外装ユニットかと思ったらここをよく読むとですねあの 要はファイアリングピン変えろとデトネーター外してスタンダードにしなさいっていうようなことがね書いてあるんですよ私はもうだからブローバック用のデトネーターでなおかつシューター版ン対応のデトネーターがね真ん中穴開いてるのがあるのかなと思ったらそうではないんですねはいシグの頃にはもう閉鎖系カートリッジですから基本的にシューター版ンは対応できなかったはずですよねですからまあスタンダードに変えるっていうのは理念はかなってるんですけれどもっていうところで ただそれ競技とした時にどうなんだろうねっていうねなんか要するに昔でいうところのノンブローバックつまりスタンダードモデルでね子供の時ガシャ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 スライド引いてバンスライド引いてバンってやってたのをねなんかシューターワンで楽しめたんだろうななんてことを勝手に想像しています全然様相違うのかもしれませんけれどもねビッグジャムさんんかこれいいですねこっち側ね充実ですねこれなかなかねはいはいはいそれからホビーズさん ホビス紹介って、ね、私何買ってたんだっけ何か買った記憶があるなホビーズさんの店員さん優しいんでし <laughs> 私が子供の時は私が悪かったのかもしれませんけど CMC のねお店も、ま、ちょっとね怖くて MGC も店員さんによっては何かね怒ったように喋る人がいましてね一人「何すか?」みたいな感じでねもう今じゃ信じられないですよね 売ってやるんだどころの話じゃないお店は結構ありましたよね清野アームズさんのこの広告っていつも本当に力入ってますよねこういう広告また見たいなはいでこれねこれこのあと後年あの前の方に行きますよねはいはいで後ろはねこれです これちょっとインパクトありましたね。私はね。買わなかったですけれどもね。あの、マルシンさんの M16 に関しては、後年も、あ、完成品は買うんですけれども。すごいですよね。きっとどこまで行くんだの世界ですよね。もう本当にマルシンさんといえばね、一時期きっと。 お店に行くとあのキットの大きい箱がダーッて積んであるのってよくどこのお店でもあどこのお店とかあちこちのお店で見かけた光景でしたね。非常にに印象に残ってますで散々買いましたけれども。はい、ということで今回ねいくつか私にとって新発見のあった、はい、1983年11月号の、はい、専門誌の広告をご紹介させていただきました。 でただ。